その後の気持ちです。それは北京の、さっき私たち撮ったの、タウンタウンの中で回ります。そこでみんなのうちの前で、みんなのうちは、さっきの、あのおばあちゃんみたいに持ってきて、お金とか、お米とか、日常品。自分が決めてるの、決めるにすべて、みんな一緒、一斉食事をして、それが今、終わったこと、12時になると、ね、食事が来て、飲み物は大丈夫です、今は終わったこと、片付けて、整理して、今、昼食事確認が来て、召し上がって。ないない気分する人があまりない何が食べちゃいけないんですか。あの肉は食べてます。肉は食べてます。魚も肉も食べて、魚も肉も食べてます。行っていいの。いいの。大丈夫。近くまでみんなが揃ってるときは大丈夫ですけど、今は少ないだから恥ずかしい。こういうところがあるんですけど、じゃあ、これ魔法の方法を利用してください。500年ぐらい山で、とてもこれやるときには、こういう人たちに、山で一番厳しいな、そういう。何年の中国ですか？あ、ここは、あの、そのお坊さんによって違う。違う。お坊さんの好みによって。小さい子も多い。小さい子もいます。昨日みたいな並んでるの、うんうん、小さい子も、はい、これは台所です。ここは台所です。ここに大きな鍋、
そこに朝ごはんとか昼ごはんとか、ここにこれはお菓子を作る、クッションとかお菓子を作る、炭ですか？そう、炭。炭じゃなくて、薪から炭になった。皆さん、この花ですね。サラソジ。仏様、仏様の枝だ。枝。仏様、お母さん、まやかさん、この枝を掴んで生まれた。だから、お坊さんの添いのところで。下に見てね、穴があります。これ上の方にもいっぱい、ね、今匂いが朝と昼だけ食べるのは朝と昼だけです、うん、これ好きなこっちに行くこっち、うん、少し汚いからこっち行く、みんな今洗ってるの時間、例えばこのご飯が余ったりとかしたらボランティアの人たちとかもう子供たち、それと犬、最後は猫までこれを食べたと500人分をこの鍋で朝6時の1回、午後今の11時に1回、2回で、ここに滞在して1ヶ月一緒に滞在して、それから始めて、ああいうお花、ここの勉強してる あの勉強は普通のメマの人たちの勉強と違って、お経の勉強だからものすごく難しい、パリ語というのパリ語を勉強しました。あの勉強する前にこれが夏季勉強ね、ずっと終わったらまたずっと暗記で読む、あの1ページ2ページ3ページ10ページ1冊ぐらい読む、それはお坊さんの前に、三世のお坊さんの前にこのようにずっと読む、ちょうど読む時間もあります。暗記で、うん、あの1時から4時まではみんな、今は試験の時間ですね、でも他の普通の時間に聞いたら1時ご飯食べてから1時までは休憩、1時から4時まではみんな勉強の時間だったら、勉強の時間に聞いたら他 あの建物の中からみんな読んでるの声も聞こえます。ずっと読んで勉強して、あ、ないない、それ、まあ、仏教のあの式がある時とか、例えば特徴式がある時とか、それがお休みとか、あの住職時から許可をもらって、本当にお休みというのはない、うん、厳しい、あの旅行する時も住職中に許可をもらって旅行します。家に帰ったら許可もらえば帰れます、許可もらえば帰れます。何年間ここには、例えば7歳から入ってできましたけど、それで7歳でちょっとここの総院にはないんですけど、他の総院には白子があります、白い毛さ、それはちょっと貴族は守ってない、あんまり子供みたいな貴族は守ってない子を、大体はそのお坊さん方々は227貴族を守らなければならない、私たちと話してもこの近くに話をため、この塔から私の論じとこれ絶対触らない、あのお坊さんの計算だから遠いところから話します、話しても目をどっちで見て話してもダメということ、見てずっと見てはいけないけど、あの書籍だったらいいですけど、だから星の女とか息子ってその問題があるから、そういうことで絶対もう厳しい、ものすごく厳しい、そこで大体の10回、私たちの普通の上座仏教の人たちは5回守らなければならない、ここには10回守らなければならない、基本的にそれより227の規則を守らなければならない。今の時はみんな自由時間だから、今今朝はこのようにかけてるんですけど、あの例えばあの式がある時にみんなここから下まで全部で隠れてる、この方も隠れてる、今は今質問を渡しています、あのお坊さんこれから始めますとか言って質問が今
質問を渡して全部この質問を見てみんな送ります。それで終わったらこの紙を答えの紙を取ります、石梨君の格好同じ暑い時はそう、薄の時はこれでも式がある。みんなの前には上から下まで難しい。